みずきっす。どうも、高梨みずきです。今日もですね、裸エプロンで料理をしていきたいと思います。イエイ。手がね、めちゃくちゃ生臭いっていうのもですね、もう若干ここに出てるんですけど、今日は鶏肉をちょっと焼いていきたいかなと思います。ちょっと前の撮影会の時にファンの方がですね、お肉を持ってきてくださってですね、2キロ分ぐらいお肉をいただきまして、そのお肉でちょっと今日はお料理していきたいかなと思います。名古屋コーチンですね。めちゃくちゃいい鳥っぽいんですけどの料理をしていきたいと思います。早速やっていきます。がっつり油でジャーってやるのが今日初めてだし、肉だから絶対その火飛ぶじゃないですか、油が怖いです。とりあえずちょっとこの余分な部分を切っていきます。よいしょ。この作業がね、一番嫌い。大学生になるまで知らなくて、こう切らなきゃいけない。大学生になるまでっていうか、母親に習うまで知らなかったんですけど、この余分な部分を切らなきゃいけないということを。めんどくさいですね。よいしょ。いいお肉っぽいんで、しっかりちゃんとね、焼いてあげたいなと思います。初めてかも、食べるの。楽しみ、めっちゃ。しばらくこういう、肉の解体やってないからさ、あんま覚えてない。これだ、これ取りたい。どうやって取るの、これ。これあるのめっちゃ気持ち悪いもんね。これどうやって取るんだっけ、マジで。これ。これ。これマジで嫌だな。どうやったら取れるんだ。よいしょ。どうやって取ったっけマジで、これこんなんなっちゃう。よいしょ。取んなくていいんだっけこれ。ちょっと覚えてないんだけどマジで、肉の解体久しぶりすぎて。とりあえずなんか火がまんべんなく通るようになんか平らにした気がするんですよね、肉を。なのでちょっと平らにしていきます。まあ、どうせ食べるの私なんで気にしません。細かいところはなんていうかな、取れた、ほぼ。これなんだよな、マジで。ここの気持ち悪い、これを取りたいんだけど、どうやったらいいのかが分からない。この気持ち悪いやつ、どうやって取るんだっけマジで。抜いちゃダメだよ。これマジ取りたい、むずい。ちゃんと調べてからやればよかった。めっちゃごめんなさい、ただ肉と向かい合う時間。ただシンプルに私が肉と向かい合う時間が流れてる。ごめんね。まあでもちょっと取れた気はする、ある程度。これあったら嫌なんだけど。ねえ。でもあんまやるとなんかお肉ボロボロになりそう。うん。これマジ取りたい。ちょっと後で調べようちゃんと。てか今調べる？このやつ。いやめんどくさいな。いいか。はい。まあ。食べられないものは売ってないでしょうということで。OK。はい。ある程度平らになりましたね、お肉も。はい、OK です。肉平らになりました。準備完了。こんな感じでいいのかわかんないけど。よし。でもってちょっと塩をまぶしますね、これは。いつものことなんですけど、臭みを取っていきたいと思います。はい、
か本当はね、お酒とかにつけといた方がいいっぽいんだけど、ちょっと昨日普通に寝ちゃったんで、塩で飲んどきます。今日はね、なんかね、なんて言うんだろうね、あれなんかうちのお母さんがよく作ってたやつで、作り方教えてもらったんだけど、ちょっとあんま覚えてないんですよね、マジで。どんなだったっけなっていう、多分酒と醤油とニンニクと生姜を入れた気がする。多分そんな感じのやつを作っていきます。よいしょ。で、ちょっとこのままお塩を取りますね。ちょっと早いんですけど、時短です。で、今回は火にかけるのでしっかり拭きます。マジ怖い。ちょっと湿ってる鶏肉なんか絶対やばいもん。絶対に油がやばいです。怖い。はい、めちゃくちゃ怖い。はあ。なんか疲れたな。なんか最近さ、寝ても寝ても疲れが取れないんだよね。今日なんかもうすごい寝たのよ、本当に。めっちゃ寝たのに、全然疲れ取れなくて。なんか体が重いし、なんか眠気もやばいし、塩コショウします。なぜなのでしょうか。私にはわかりませんけれども。はい、ってことで焼いていくよ。緊張です。なんか足りない気がすんだよね、何かが。なんだろう、何が足んないんだろう、わかんない。よし。このフライパンで大丈夫？サイズ感。ちっちゃくない？あ、いいや、こっちで。よし、焼くよ。暑いね。最近すっごい暑くないですか？もうなんかめちゃめちゃ夏を感じるというか。何？怖いね。緊張する、マジで。大丈夫かな、油はね。油はねが心配です。はい、いきます。名古屋コーチン投入。はい、緊張の瞬間ですね。怖いです。とっても怖いです。跳ねないでね、仲良くやろう。跳ねないでね。怖すぎ。いやー、音入れる。怖いんだけど。いやー、めっちゃ跳ねてる。やばー、すごいじゃん。油入れすぎ。いやー、落ち着いて。なん、怖いよ。上行こうね。はい。すんごい跳ねてる。この跳ねてる感じ見せたい。もう噴水ぐらい跳ねてる。パパ跳ねてる。怖すぎ。うわ、いや。裏返しとく。もうちょい行こう。いやー、跳ねすぎ。この後先を入れるのがマジ怖いな。ボーンってなりそうで。本当にこんだけでいいんだっけ。やい。落ち着いて、仲良くやろう。怖いよー。もうちょい行こう。すんごいんだけど。
すんごいね、あ、やばい、ここ切るの忘れたな。やべえ。ちょっと待って、落ち着いてお願い。それ、いけなかったの。はい、OK。あ、やばい、ここ、めっちゃあるじゃん、これ。箸で、箸で切っていく。すごいね、箸で切れるなんて。音やばくない？聞こえるかな、この音。はい、ひっくり返します。ひっくり返しました。おいしそう、色味。怖い。いいよ、いい匂いもしてます。サワテラの前にさ、なんかこう水出るとこあるじゃん。あんぐらい油がブワーってなってる。はい、ほらね。オッケー。じゃあちょっとここにお酒とお醤油と、ちょっとね、火弱めでいきます。怖いんで。うわー、怖いな、油入れんの。ごめんね、ごめんね。だよね、だよね。はい、醤油入れます。はい、落ち着いてください。熱い、熱い。醤油入れる。で、あ、みりんとか入れとく。よいしょ。はい、にんにく入れます。はい、生姜も入れます。混ぜます。なんかほら、そっちの方までさ、なんかあれじゃない、なんか初めての現象が起きてる。なんかミストみたいな感じになってる。ちょっと待って、とりあえず混ぜて味を見ます。うん、え、完璧、うま完璧すぎた。ニンニクもちょい入れよう。うまやば。あ、辛、ちょっと生姜入れすぎたね、これは。え、超おいしい、やばい、天才的にうまいです。ちょっとだけ水入れる。ほんとちょっとね、ほんとちょっとよ。はい、こんなもんです。うますぎ、火弱すぎた。え、超美味しいんだけど。完璧。出します。うん。音怖いね。やっぱみりん入れた方がいいかな。どうなんだろう。ちょっとだけ入れてみようか、試し。このちょっと、あ、ごめんごめん、このちょっとね。じゃあどうでしょうか。吉と出るか京と出るか。水入れすぎたね、完全に。味が薄いんでちょっと足します。醤油と、これニンニクもうちょいいきたいわ。え、
よいしょ。もう入れ放題ですね。濃くなるかな、濃いかな、これじゃあ。ちょっとわかんないけど。うちのお父さんがこれめっちゃ好きで、ママから習ってって言われて習いました。あ、完璧、うまっ。 OK、 ちょっとだけ片付けを進めます。美味しすぎる。大丈夫そう今日。よいしょ。めちゃくちゃうまいです。完璧だ。じっくりコトコトいきましょう。暑いね、本当に夏ですね、最近は。昨日なんかツイッター見てたら29度とかって書いてあってさ、マジ夏だなと思って。で、私大学行ってるんですけど、なんか山梨なのね、大学が。そんでさ、山梨とさ、東京さ、本当になんか温度差が5、6度ぐらい違うんですよ。冬は多分、冬が一番やばい、温度差が。なんか、山梨の装備で東京来ると若干暑いぐらいな感じで、逆に東京の装備で山梨行くと寒すぎてやばいみたいな感じで、で夏もそんなに暑じゃないのね。なんか夜とかは特に、なんか、何、冷房いらないの、全然。窓開けてれば涼しい。みたいな。まあ全然冷房つけるんだけど、なんかつけなくても行ける人は全然行けるぐらいの本当に涼しい感じなんですよ。だから東京の感じで行くと若干寒いぐらいなのね。でもさ、山梨の感じでさ行くとさ、東京暑いじゃんみたいな、なんかだるいことに なるんです。大学が。そう、だからだるいなっていう話です。まあでもね、厚着しといた方が、あ、これやばい。液体が圧倒的に足りなかったです。これもう染み込んだかな、これ火通ったかな。通ってたらもうこれ以上味変えたくないんだけど、完璧すぎて。濃いか、ちょっと。そう、だからどんな服装で行くのがベストかなっていう。うん、あ、ちょうどよくなった。暑い、暑かった今。でもなんか思いのほか意外といけた。今日はすごい入念に水を拭いたからかな、わかんないけど。そう、だるいなっていう話ですね。大学週2ぐらいで行ってるんですけど、マジ遠いから朝6時とかに起きるんですよ。朝6時とかに起きて準備して学校行ってみたいな。マジでしんどい。で、一番しんどいのが、なんか、私6年生だから大学に友達が本当にいないんですよ。まあなんか、いないんですよ。で、なんか授業が被ってる友達はマジで一人もいなくて、一人で授業受けてるんだけど、まあそれはいいのね、一人で授業受けてるの。私結構一人行動とか好きだから、なんかそれ自体は、全然問題ないんだけど、あのね、これからの時期、ツバメの時期じゃないですか。そんで、なんか、うちの大学、マジでツバメの巣がめっちゃいっぱいあんの。本当にいっぱいあんの。なんか、一番でっかい学舎の、なんか、入り口に、本当に、なんか、そんなに住んで大丈夫っていうぐらいツバメの巣が、できるんですよ、毎年。私、本当に鳥が、あの、苦手だから、こうなんか、その、ツバメの巣通る、のも本当に厳しいのね。もう駆け抜けるか別のルートからできれば出れたら出たいんだけど、鳥にビビっ
ってるのはダサいじゃん、やっぱ一人でさ、こんなの塗ってるのさダサいから嫌なんだけど、もうそれだけがね、本当に不安というか、これちょっとちゃんと見とかないと凝りつくんだよね。本当にそこだけが私の唯一のね、大学の不安です。鳥ね、なんでダメなんだろうね。私昔ほんと全然大丈夫で、いとこが関西の方に住んでるんですけど、そのいとこの最寄り駅はめっちゃハトがいたの。もどうして、なんか最近夏のせいなのかな、カメラの温度がマジですぐ上がっちゃうんで、ちょっと今 iPhone で撮ってます、すいません。でもさ、私 iPhone 前本当に YouTube 始めたての時はさ、 iPhone 8とかだったのね。だから画質があんま良くなかったんだけど、今11なのでそれなりにいいかなって思う。何の話してたんだっけ。そうそうそう、なんか鳥の話ばっかしてない、カラスの話もしたし鳥の話ばっかしてる気がして、でもなんかその時はそうめっちゃ鳩が集まる駅だったんだけど、別にそれも全然大丈夫だったの。わー鳩だーみたいな感じで寄ってくぐらい大丈夫だったんだけど、もうなんか最近は本当に無理なんだよね。スズメも無理だし、いとこがなんかオウムみたいなの飼ってるんですけど、オウムも無理だし、てかもうスズメとかが無理な時点で多分全部無理なんだけど、まあ要するに無理っていう話です。朝方っていうかもうなんか夜も夜だよ、の時間にめっちゃカラス鳴くんよね、うちの近所。なんなんあれ。ということで出来上がりました。はい、完成ですね。わー美味しそう、マジで超美味しそう、やば。照り焼きみたいな感じなのかな。でもあんまお酒入ってないからちょっと照り焼きとはまた違うのかもしれないんだけど、マジで美味しそう。切っちゃいますね。はい、うん、うわこれご飯にしか合わない、超美味しそう。切ります。まず熱そう、超美味しそうなんだけど、やば。ちょっと太い？なんか。はい。はい。できたー。え、マジで美味しそうだよ、これ。どうしよう。パパに写真送ってあげたい。かけます。じゃあこれはやばい、早くご飯チンして食べたいんだけど。はい、ということで、でででででででん、出来上がりました。これマジ何なんだろう、鳥のなんか鳥のこれ何ママ何これ、取り合えたやつですね。鳥の何焼きにしよう、皆さんで名前決めてコメントで書いてくださいはい、というわけで完成しました。マジで美味しそう、めっちゃいい匂いする。ちょっと熱そうだけど1個食べたいかな。1個食べます。よし、端っこを見て、ほらでん、めっちゃ美味しそうじゃない、やばすぎ。いただきます。熱そう、猫舌なもんで。あ、あっこい。あっこい。あっこい。うーん。うんふーん。あっこい。うまっ。うんふーん。めっちゃ美味しくできますか？あっこい。ご飯チンして後で食べます。ということでね、めっちゃいい音だった。この鳥にくださったファンの方、本当にありがとうございます。名古屋コーチン最高。ということで、最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、高評価。食べ合ってから、って話だよね。はい。
チャンネル登録、高評価、コメントなどなどよろしくお願いいたします。というわけで、以上、高梨瑞希でした。またねー。